もし寝るね、ゾンビになっちゃ死んう頭をパカーンなら僕に任せてくださいるとみんなここにいましたここは本当の楽園ですせああめて美しいままで送りましょう逃げるのに適した場所は書いてないの この大きな建物の中に今は僕たちしかいないんですね三ンです三ンといえばゾンビですなのでゾンビ映画を撮りましょう 私は仮面映画自宅を映した身でもあるので異論はありません、ね、壁のゾンビものもありますしねただなぜ三鷹がゾンビなのか理由を聞いても実は最近ゾンビ映画にハマりましてぶっちゃけ三鷹とか関係なくゾンビものをやりたいのです

生まれた人間もゾンビになるというゾンビ化の原因は事実だったりウイルスだったりと様々ですがゾンビ者はゾンビに襲われるとその過程で落ちる人間と中は食べ物ですええー、なので私たちも 人間ドラマ中心で撮っていきたいな人間ドラマには演技力が必要ですが今回、動員できるのはリバーズ・メン・アカチンアリス・ラプンテル・アーベル・ですよこの5名に演技力は期待できないのではあっ演技力は期待するのではなく なんですか、その怪しい容器はドロシーンに作られたゾンビウイルスですこれで本物のゾンビを作ってラリティを追求します。おう、さすがにシーちょっと見せて,てください。 ほら <laughs> 危険なものなんですからもっと慎重に扱いあどうしました今の動きで容器が割れました 地下室には映画撮影という名目で人形たちに呼び出されたアリス、イバラ姫、赤ずきん、ラプンツェル、そしてハーメルンが立っている。皆を代表するようにアリスが呟いた。めんどくさい。同意しますが仕方ありません。ほら、アンキさんがやってきましたよ。 ハーメルンが示した先の暗がりから、ぬるっと暗記が現れる。しかし、その動きはどこかぎこちない。暗記 <laughs> どうし。<laughs> 止める間もなく、暗記は突然、アリスに噛みついた。 美しい肌に無残な髪跡が驚いて目が覚めちゃったアリス大丈夫苦しい体が熱いアンキー遊ぶなら僕と遊びましょう傷跡がかゆいかゆ

泡を吹いて床に倒れた。アリス心配して近寄ったイバラ姫に、しかし、アリスはうつろな瞳で襲いかかる。そのアリスを止めたハーメルンは、体から心音が聞こえないことに気づいた。アリス様、死んでいます死んでるのに動くんですか 赤ずきんは嬉しそうに声を上げる。アリスは奇妙な動きをしながら、今度は赤ずきんに飛びかかった。暴走状態です。一旦、引きましょうハーメルンは少女たちをせかすと、地上を目指して走った。 地上に出たハーメルンたちを待っていたのは、アリスのように死んでも動き回る亡者の群れだった。驚愕する四人の前に、今度は疑心が現れる。暗記同様、襲いかかってくるかと身構える一行に、疑心は一冊の本を投げてよこした。ゾンビ災害対策マニュアル首をかしげるハーメルンに疑心は言う。 踏み、ました。これは、撮影、では、あり、ません。私も、そろそろ、ゾンビに、仕掛けるん最初の、一戦者は、映画、あるある。必死に言葉を紡ぐと、疑心は持っていた銃で、自ら頭を撃ち抜いた。 ゾンビ災害対策マニュアル第一項ゾンビの生態についてだそうですゾンビに噛まれると感染するみたいあアリスは暗鬼に噛まれたからゾンビとやらになってしまったのね第二項ゾンビを倒すには頭を壊せですか 頭をパカーンなら僕に任せてください第3項、逃げるなら市街地は避けるべき人が多い分ゾンビも多いのでしょう逃げるのに適した場所は書いてないのえっ、ー、とショッピングモールですってあ<ー> <laughs> 退屈 マニュアルにある通り、ショッピングモールに向かいましょう。あのような醜い姿になりたくはありませんからね。殺走と立ち上がったハーメルンを、ラプンツェルが引き止める。待ってここ、赤字で書いてあるわ。ゾンビには2種類ある。歩くタイプと走るタイプだ、と。ふぅ <laughs> この辺りのゾンビは一行が振り返った先には、のたのたと歩くゾンビと、猛烈な勢いで失踪するゾンビが押し寄せていた。両方ですね。贅沢です喜ぶ赤ずきんを抱えると、ハーメルンたちはショッピングモールへ走り出した。 ショッピングモールに逃げ込んだ4人は、中にいたゾンビを排除し、牢上した。この大きな建物の中に、今は僕たちしかいないんですね。広大なフロアを見渡して、赤ずきんがつぶやく。つまり、ここにあるものは、ぜーんぶ僕たちの遊び道具ってことですよね。 赤かずきんがキラキラと瞳を輝かせると、他の三人も、はっと、何かを考え込む。全商品100%オフ、ですか。大変美しい響きですね。そこのベッドも、ただ錆びれるより、私に使われた方が幸せだと思うわ。 商品を勝手に使うのは気が引けるけど男のハーメルンさんが言うならねっそれでは皆様 必要と思われる物資を手分けして集めましょう。選定はご自由に。ただし、醜いものだけはいけませんからね。 があってとっても素敵です私が一番年長なのでまとめ役をしてみましたがこの感覚不思議と悪くありませんね。はあ、退屈 ショッピングモール内の探索を始めたイバラ姫は、真っ先に、寝具コーナーへと向かった。うーん。マットレスのスプリングは、こっちが効いてるわね。でも、手触りはあっちのベッドがいいわ。はい、次。イバラ姫の命令に合わせて、 イバラがせわしなく動く一方、ブティックではラプンツェルが試着を繰り返している。アーメルンさんが好きそうな服はどれかしら。男の人って肌の露出を好むみたいだけど、隠している方がいいという人もいるから難しいわ。彼女たちは生存にほぼ関係ないものを、 ひたすら物色していた。 ハーメルンはモール内の宝石店にいた。美しい。ネズミから町一つ救っても、これだけの宝石は手に入るまい。これが100%多くとは、労働の意味がわからなくなりますね。ハーメルンもまた、生存に関係ないものを物色しては越に行っている。そうして赤ずきんは、ここ、武器屋さん なぜかあった銃器店からライフルと弾を確保すると、モールの屋上から外にいるゾンビに向けて狙撃を始めた。普段は眉を潜められる彼女の攻撃性が、皮肉にも一番生存に貢献している。その彼女の瞳が、見知った姿を捉えた。 あれあれはアリスやっぱりアリスだ遊びに来たんですね <laughs> よーしぼくと遊びましょう 頭を撃たれたら、アリスの負けですよ。<laughs> <laughs> モール内の探索を堪能した四人は。 それぞれに必要と思われる物資を持ち寄った。ベッドに服に宝石に銃、と。おののの欲望が滲み出ているが、ラプンツェル・ハーメルンの二人は、ちゃんと食料も確保してきたようだ。私、お料理しますね。腕には自信ないけど、愛情だけはたっぷりあるから。 では、ラプンツェルさん、お願いします。赤ずきんさんは私と武器の点検を。茨姫さんは。茨姫、寝ちゃいました。穏やかな寝顔に、三人は顔を見合わせ苦笑する。その頃、外ではゾンビたちがガリガリと壁を引っかいていた。 モールに来てから28日後。いばら姫さん、見回りです。んもうそんな時間 <laughs> ハーメルンに起こされたいばら姫は、素直にベッドから起き上がる。眠りを堪能しているのに申し訳ない。ううん、みんなの安全を守るためだもの。 ラプンツェル、赤ずきんと見張りを交代したハーメルンとイバラ姫は、暗いモールの中を歩き始めた。ゾンビに囲まれて暮らすという極限状態の中、殺し合う運命だった四人には、いつの間にか互いを思いやる小さな絆が芽生えていた。 今日のシチューは美味でしたね。ラプンツェルは料理の腕を上げたと思うわ。あと、今日は赤ずきんも手伝ったみたい。それはそれは。仲良きことは美しきかな。私、意外とこの暮らし気に入ってるの。外はまあ、あれだけど。 ここにはふかふかのベッドもあるし、美味しいものも食べられるし。何より、みんながいるから。私もですよ。美しい皆様に囲まれて、驚くほどに心が穏やかでいられます。だからこそ、守らなければなりません。このささやかで美しい楽園を。 パリンと何かが割れる音がした。いち早く気づいたハーメルンは音がした方向に走る。イバラ姫さんはラプンツェルさんと赤ずきんさんを起こしてください。そう言ってハーメルンが向かった先にはバリケードを破りガラス扉を割って侵入してくるゾンビの群れがいた。 この程度なら、まだなんとか。ダメです下がって、ハーメルン追ってきた赤ずきんの声と同時に、ハーメルンの首を黒い影がかすめる。僕は仕留め損なったんですね。それは、赤ずきんの弾丸から逃げおうせた、アリスゾンビだった。 ゾンビたちの乱入を許したモールは、もはや暗中の地ではなくなった。襲いかかってくるゾンビを蹴散らしながら、四人はモールの地下に走る。そこには、残されていた大量の車があった。皆様、乗ってください運転席に座ったハーネルンは、エンジンをかける。しかし、なかなか始動しない。けこんな時に ゾンビ災害対策マニュアルにあったわピンチの時ほど車のエンジンはかからないって叫ぶラプンツェルの目前に黒い少女が飛来するアリスゾンビは武器を振るって車の屋根を吹き飛ばした アリスゾンビさんは走るどころか武器も扱えるわけですかモールのバリケードを破ったのもアリスね僕が遊んでいる隙に脱出してください アリスゾンビの攻撃を受けて、イバラ姫を守るイバラが弾け飛んだ。その隙を待っていたかのように、ゾンビたちがイバラ姫に襲いかかる。いやあイバラちゃんイバラ姫イバラ姫さんに汚い手で触れるなラプンツェル、赤ずきん、ハーメルンは、必死になってイバラ姫を死者の群れから救い出す。こっちの車は動くわ乗って ラプンツェルの声に従って、別の車に乗り込んだ一行は、ゾンビを跳ね飛ばしながらモールから脱出する。それを、アリスゾンビはうつろな瞳で見つめていた。 ゾンビのいない高台まで逃げると、一行は車を止めた。私、少し、寝るね。助け出されたイバラ姫は、顔を真っ青にして、後部座席のシートに横になる。その体には、多数の髪跡があった。どうするんです 赤ずきんが小さな声で呟く。聞かずとも、皆、わかっていた。次に目覚めたとき、イバラ姫は、もう。せめて、美しいままで送りましょう。待ってイバラちゃんは仲間なの武器を握るハーメルンを、ラプンツェルが止める。 ごでいばらひ姫の手がピクリと動いたうっあああっああっちゃん ちゃったんです、ね、お二方はあちらへここは私がううん、うん、僕もやります赤ずきんちゃんどうして 茨バ姫は友達だから最後まで一緒に遊ばないといばら姫を埋葬した三人は高台を後にした。 その後も、同じようなことの繰り返し。どこに行ってもゾンビに襲われ、民家に立てこもれば、その場にいた住人同士で争いが勃発。最後は、ゾンビがバリケードを破って突入してくるというパターンだ。闇雲に逃げていてはキリがありません。ゾンビがいない場所の情報が必要です。 迷い込んだ墓地で踊り狂っていたゾンビたちをほふったハーメルンがため息をつく。さすがの彼も精神的に限界のようだ。あの、これ、役に立つかしらそんな彼にラプンツェルが差し出したのは一台の携帯ラジオだった。 モールから逃げる際に、ラプンツェルがとっさに手にしたというラジオは、不明瞭ながらも誰かの声を拾った。聞いている人がいたら、島に、ここに、ゾンビはいない。真の、楽園ゾンビがいない島ですって 喜びの声を上げるラプンツェルを静止し、ハーメルンは注意深くラジオを聞く。どうやら、ここから東にある港にボートがあるようです。それを使って島に来い、と。罠の可能性もありますが。でも、他に行くところはないですよ。赤ずきんの言葉が決め手となり、 三人は島を目指して歩き出した時にお美しいお二方何ですかハーメルンさん お腹減りました食べ物探しますかありがとうございますその必要はありません大変残念ではあるのですが私に これ以上の動向は厳しいようですもう眠っていいハーメルンが無言でシャツの袖をまくる示されたそれに ラプンツェルと赤ずきんが我が目を疑った。ハーメルンの腕には、ゾンビに噛まれた跡がはっきりと残っていたのだ。先ほどの戦闘で噛まれたようです。まあ仕方ありません。お二人は必ず、島にたどり着いてください。覚悟の光が、ハーメルンの瞳に宿る。あの人形と同じ結末は、 少し尺ですが。ハーメルンは隠し持っていた銃を自身に向けると、それは綺麗に微笑んで、モールでの生活は幸せでした。迷いなく引き金を引いた。 ハーメルンは、綺麗なままで死にたかったんですね。わかってる。わかってるけど。醜 <laughs> く,くなっても、ハーメルンさんはハーメルンさんなのに。ハーメルンの死体のそばで、泣き崩れるラプンツェルの腕を、赤ずきんが掴む。だってください、ラプンツェル泣いてる暇があるなら、歩き もう嫌きっと赤ずきんちゃんも私もゾンビになるの。こんな思いをするなら、最初に死ねとよかった。悲痛な叫びに呼応するかのように、どこからか現れたゾンビの群れが、二人をめがけて突進してきた。 ラプンチェルほら立って <laughs> いやいっそ殺して僕もラプンツェルもまだ生きてます僕は生きるのを簡単に諦めたりしません絶対に絶対に生き残ります赤ずきんちゃん そうだ、ラプンツェルは確か、女の人が嫌いなんですよね。だったら。僕に殺されるのは嫌じゃないんですか <laughs> そうね。どうせ殺されるなら。 王子様がいいな。よしじゃあ、王子様を見つけるまで行きますよ生き残った二人は、港へとたどり着いた。そこには、ラジオで聞いた通りの。 小さなボートが係流されている。ゾンビはいないみたいですじゃあ、島へ行きましょう赤ずきんとラプンツェルは、ボートに乗ると、楽園に向けて出発した。頭上に広がる星空を見上げながら、二人はどこまでも語り合う。今までのこと。 これからのこと。赤ずきんちゃんと出会えてよかった。僕も、お友達になれて嬉しいです。二人は視線を合わせて微笑んだ。そうして、船は目的地へ。 島が見えてくるにつれ、ラプンツェルはふわふわとした不思議な気持ちになった。まるで、世界から歓迎されているような心地だ。ラプンツェル港です赤ずきんの声に、ラプンツェルは顔を上げて港を見る。そこには、死んだはずのアリスやイバラ姫やハーメルンが、 元気な姿で並んで手を振っていた。みんな、どうしてすっと現れた疑心と暗記。こちらもゾンビになる前の姿だ。が、ラプンツェルに向けて言う。ようこそ、死者のたに 迷惑をかけてごめんなさいアリスはやりすぎなのよ本当に一時はどうなることかとまだ、あ、決ったんおいいですみんな一緒で幸せでふ、ね、赤ずきんちゃん みんなここにいました。ここは本当の楽園です。ごめんなさい、ラプンチェル。もう、何を言っているのか、わからないです。 通った血しぶきが飛ぶ。赤ずきんによって頭をかち割られたラプンツェルはゾンビらしくよだれを垂らしながら海へと沈んだ。友達だから僕が始末をつけますね。かつての仲間たちの頭を赤ずきんは容赦なく潰していく。 島には、ゾンビしかいなかった。島だけでなく、おそらく、ライブラリ全体も。ふふ。ふふ。逃げ場など、もうどこにもないのだ。ここは、ゾンビの楽園なのだから。ふふ <laughs> 唯一生き残った赤ずきんは、交渉しながら、ゾンビの群れへと突っ込んでい ゾンビとなったダブルステルの目にはゾンビはまともな人間に見えていたわけですね一方人間のママの赤ずにはゾンビはゾンビでしかなかったといやそれにしてもこのカットエンドは自覚ありません いくらしろある人がいるもうちょっとスピあるでもスがあるじゃないですかゾンビになった者にはゾンビの世界がある生きている時と何ら変わらず それどころか、勉強や労働から解放されて毎日楽しく暮らせるんですよ言われてみれば確かにみんながンビになれば困ることもないですねだから学園なんです毎日毎日学校や会社に行って そんな世界、本当に幸せでしょうかだから、ほら、あなたも、早く、こっちに。